久保さん、ニートっすね。ニートっすね。僕、旅人にしようかな。ね。まあでもね、タイトル何しようかな。江戸時代にしましょうか。江戸時代にしましょうか。まあ江戸時代に生まれてたらこんなことできないじゃないですか。いや、ほんとね、今ありがたいですよ。まあね、チャンスしかないと思うんですよね。本当に。まあ、本当に上から目線で、マジで申し訳ないですけど、この環境で、やらないっていうのは、目の前に切れる包丁あんのに、料理したくない。じゃあいいんじゃないっていう。じゃあいいんじゃない、目の前に包丁あるよ、と。ね。それ使うんですか、使わないんですかみたいなね。料理はできるよ、と。包丁あるし。だけど、みんな使わないですよね。目の前に YouTube あるけど使わないですよね。しかもタダでできるわけですよね。だから江戸時代の人は、目の前に YouTube なかったですよね。目の前にインターネットないし、目の前にスマホないし、目の前にパソコンもないし、車もないし。まあ、物理的に無理ですね。だから今はもう、やろうと思えば何でもできるんですよ。だからあ、そうだ、タイトル何でしょうかな。なんかね、なんだっけな、ちょっとバズってた人がいて、一人なんだっけな。なんか女性のミュージシャンの方で、今何でもできるよねっていう、あ、ワンルームアーティスト。あ、女性。なんかワンルームで歌歌ってみたい。ああ、違うか。ちょっと名前忘れたんですけどね。なんか一人ね、なんかワンルームで一人でなんか歌歌って、で、なんかバズってる人がいるんですよ。ちょっと名前忘れたな。まあその人も言ってたんですけど、今の時代何でもできるんで、みたいな。で、そのワンルームから世界なんですよ。で、世界の人がなんか称賛、その人すごいみたいな。全部、歌詞も PV とかも全部一人で作ってるんですけど、世界の人が評価してこの人すごいっつってなんかちょっとバズってるみたいで、テレビかなんかのニュースで、載ってましたね。で、その人が言ってたのが、まあ今の時代何でもできると。やるかやらないかみたいな話を言ってましたけどね。いってらっしゃい。